ことは、川端康成の長編小説。こと、京都を舞台に、行き別れになった双子の姉妹の数奇な運命を描いた、川端の代表作の一つ。京都各地の名所や史跡、年中行事が盛り込まれた、人気作品であるが、国内より海外での評価の方が高く、ノーベル文学賞の受賞対象作にもなった。老舗ご福の一人娘として育った捨て子の娘が、 北山杉の村で見かけた自分の分身のような村娘と祇園祭りの夜に偶然出会う物語。互いに心を通わせながらも同じ屋根の下で暮らせない双子の娘の毛なげな姿が四季折々の美しい風景や京都の伝統を背景に切なく可憐に描かれている。川口松太郎客色でシンパで舞台化され、幾度も映画化、テレビドラマ化されている。 朝日新聞2961年10月8日から翌1962年1月23日まで107回にわたって連載された。差し絵は小磯良平が担当。ちなみに作品連載中の11月3日に川端は文化勲章を授与された。その後、会話部分の京都弁をいじりしげの協力により訂正するなど、 過失補正がなされ、後書きを付して、同年6月25日に新潮社より、単行本刊行された。なお、書室が新聞史上のため、現代金遣いと、漢字は新字体の表記に合わせて連載され、単行本の際もそれが踏襲されたが、その後、1970年5月10日刊行の、川端康成全集第12巻に、収録の際には、全文、 歴史的仮名遣いと政治体に戻され、新聞用表記での送り仮名も絶世された。翻訳版は、ドイツや、J. マーティン・ホルマン役をはじめ、イタリア、フランス、中国など世界各国で行われている。京都中京の由緒ある、五福ドニアの一人娘のサタチエコは、両親に愛されて育ったが悩みがあった。それは、自分が捨て子ではないのかということだった。 両親はその噂を否定し、20年前に、祇園さんの夜桜の下に置かれていたあまりにも、可愛い赤ちゃんをさらって逃げてきたんだと千恵子には、説明していた。5月のある日、千恵子は、友達の雅子と、北山杉を見に行った。雅子は、北山丸太の加工の仕事をしている、村娘の中に千恵子と、そっくりな娘を見つけ、千恵子に差し示した。夏。 祇園祭の夜、千恵子は、八坂神社のお旅所で熱心に七度参りをしている、見覚えのある娘を見つめた。その娘も千恵子に気づくと食い入るように見つめ、あんた、姉さんや、神様の、お引き合わせどすと涙を流した。娘は、あの、北山杉の村娘で、名は三つ子だった。二人は、お互いの身の上を短く語り合い、とりあえずその場は別れた。 三つ子は身分の違いを自覚し、千恵子をお嬢さんと呼んだ。四条大橋の田元で西地リ屋の息子で職人の秀夫が、三つ子を千恵子と間違えて声をかけた。千恵子が好きな秀夫は、自分の公安の柄で帯を折らしてくれと言って去った。後日、千恵子の家に図案を持ってきた秀夫に、千恵子は自分に双子の姉妹がいることを告げ、三つ子の分も、 杉と赤松の山の帯を折って届けてくれるように頼んだ。それをきっかけに秀夫は三つ子に惹かれ始め時代一切に誘った。一方、千恵子の家と同じ問屋の息子で幼馴染みの水木真一の兄、龍介が経営が傾きかけている千恵子の店にやってきて、番頭の裏帳簿を正すために色々と店を手伝ってくれるようになった。 龍介の父親は、息子を、佐竹に、婿養子に出してもいいと申し出て、千恵子の父も喜んだ。三子は秀夫に結婚を申し込まれ、それを千恵子に告げた。千恵子は賛成するが、三子は、秀夫が千恵子の幻を愛していることを知っており、それに、自分の存在が公になれば、千恵子の家に迷惑がかかると考え、プロポーズを断るつもりだった。千恵子は、父も母も、 三つを家に引き取ってもいいと言っていることをみつこに告げると、三つは涙を流して感謝した。そして一泊だけ千恵子の家に行くことにした。冬の夜、千恵子と三つは一緒の床に寝て幸福な姉妹の時を過ごした。千恵子はずっと側にいてくれと言ったが、三つは今では身分も教養も違う二人の身を思い、少しでもお嬢さんの幸せに支障があってはならないと考え。 これをたった一度の訪問にして、雪の朝早く、山の村へ帰っていった。ことは、全球章からなり、春の花、天寺と甲子、着物の町は春、北山杉祇園祭は、夏、秋の色、松の緑、秋深い姉妹は、秋、冬の花は冬、といったように、京都の四季を背景に、物語が進行する。小説に描かれたのは、 1961年の春から冬にかけての京都であり、実際の年中行事や出来事が盛り込まれている。川端はこの物語を執筆するために、京都市左京区下鴨泉川町25番地の竹市達夫の邸宅を借りていた。作品冒頭には、すみれの花が描かれているが、川端が京言葉を取材するために訪れた下京区、油の子事物。 三寺下がるの町屋の畑の庭には、作中にも登場する、キリシタン道路があり、川端が、つくばいの石の間に咲いていたすみれの花に興味を、惹かれていたという。モデルとなった家の庭は他に、京都市中京区車屋町三上下に王門とに受け307から1の漢方薬店、雨の森モ慶太郎役坊もあるという。川端は、琴の連載にあたり、琴とは、 もちろん、京都です。ここしばらく私は、日本の、ふるさとを訪ねるような小説を書いてみたいと思っていますと語っている。主人公、千恵子が、平安神宮で桜を見る場面では、谷崎潤一郎の、ささめゆきからの、誠に、ここの花を置いて、京楽の春を代表するものはないと言ってよいという一節が、オマージュとして引用され、 北山杉の村の場面では、同じ鎌倉文史で古儀だった、おさらぎ二郎の随筆、京都の誘惑の一節が惹かれ、花や樹木の自然のみずみずしさを綴る描写が多い。連載中、文学二章受賞を受けて、記者会見した時に、京都を舞台にした動機を、川端は以下のように語っていた。古いとの中でも次第になくなってゆくもの、それを書いておきたいのです。 京都はよく来ますが、名所旧跡を、外から撫でていくだけ。内部の生活は何も知らなかったようなものです。川端康成、文化勲章の記者会見にてなお、川端は楽中に現存する唯一の蔵元、佐々木酒造の日本酒に、この酒の風味こそ、京都の味と、作品名、ことを記号した。川端は、兄弟名誉教授、桑原武雄に、 ことという酒を知っているかと尋ね、知らないと答えた桑原に、これを飲ませようと、寒い夜にもかかわらず、徒歩30分かけて、買いに行ったと言われている。諸般刊行本の口絵には、終章と同じ題名の、冬の花と題する、東山海威の北山杉の図が掲げてあるが、これは東山が、川端の文化国章受賞祝いとして描いたものである。川端は、 こと連載終了を機に長年常用していた睡眠薬を止めようとして、1962年2月から禁断症状で東大沖中内科に入院していたが、この川端の病室へ東山は冬の花を直接持参した。川端は病室で日ごと眺めていると近づく春の光が明るくなるとともに、この絵の杉の緑色も明るくなってきたと述べている。 入院中、10日ほど、意識不明であったという川端は、こと執筆中のことを、以下のように語っている。こと執筆期間のいろんなことの記憶は多く、失われていて、不気味なほどであった。ことに、何を書いたかもよくは覚えていなくて、確かには思い出せなかった。私は、毎日、ことを書き出す前にも、書いている、アヒダにも、眠り薬を用いた。 眠り薬に追いつて、うつつなやりさまで書いた。眠り薬が書かせたようなものであったろうか。ことを、私の異常な書斎というわけである。川端康成、と書きそして、定まった構想もなく書き始められた作品だったが、小さく愛すべき恋物語を書くつもりだったのが、松田区以外にも、双子の娘の話になってしまったとしている。ことは、 京都という古き伝統が残る地を舞台とし、各地の名所や年中行事絵巻を楽しめる作品でもあり、映画化やドラマ化も多くなされ知名度はあるが、他の代表的、川端作品の雪国や山の音などに比べると、文学的にはあまり本格的論級の対象とはなっていない傾向がある。 失われてゆく日本の美を留めておきたいという、川端自身の創作意図の観点から論じられることが多く、構造的な読みは他の川端作品よりは少ない。三谷則政は、すみれの可憐さを持つ女性として登場した千恵子が、北山杉の素直さをも同時に合わせ持つイメージとして、物語が進行してゆくが、千恵子が、 北山杉の林の中で、三子と体内のソーセージのように抱き合った後には、次第に、楠木の力強さを身につけてゆくと解説している。また、ことは、竹取物語との類縁を指摘されることもしばしば、あり、三谷はそれに関し、千恵子の洋服、大野義郎の名は、竹取沖名のアナグラムであるという学会発表の会場からの指摘を記している。 さらに高橋マリは、このアナグラムを譜面し、竹取沖縄から、大野義郎をマイナスすると、イコール、三つ子であることを指摘し、この二人の人物にまたがるように、千恵子の名はあると考察している。田村三つ正は、姉と生き別れ、両親を失った、三つ子の姿には、 幼い頃に両親を失い、おぼろげな姉の記憶しかない川端自身の境遇が投影され、三つ子が死亡する、会ったことのない姉とは、川端の姉、よしこへの、秘められた死亡であり、姉に会いたかったという三つ子の、心情のほとばしりは、そのまま、川端の、心情の真実であろうと考察し、それが、ことを、規制のモチーフの釈用だけで作られたのではない。 川端にとって創作の必然を秘めた作品にしていると解説している。川端は古都観光後に執筆した随筆で山が見えない、山が見えない。近頃私は京都の街を歩きながら声なくそうつぶやいていることがある。山の木はなくなり、山は削り崩されて分譲地になって島はないか。自然の美の尊びも 町づくりの美も踏み破つてゆく、今の日本人は凄まじい勢い、恐ろしい力であると記して、都市景観の破壊的変化を危惧し、後に、東山会議、京楽式に寄せた条文でも、同様のことを述べ、京都は今描いといていただかないとなくなりますと、東山に、しきりに進め、醜い安洋館が立ち始めて、町通りから、山が見えなくなったのである。 山の見えない街なんて、私には、京都ではないという嘆きを記している。野口優子は、こういった、川端の危機感を踏まえて、川端が、古都を指揮で構成したのは、安易な方法ではなく、時代への批判精神であり、そこで試みたのは、高度経済成長期の日本に対する、ささやかな抵抗であるとし、川端が東山へ送った言葉を自ら行った。 創作が、ことであったと解説しながら、ことの、時代から有利したかのごとく、感じられる、古風な京都イメージと登場人物、そして円環的時間感覚と、物語性の欠落は、川端の京都をこととして描き残そうとする、使命感のなせる技だったと言えるだろうと論じている。五越は、ことの書かれた、当時の急速な近代化の日本社会を鑑み、 川端がその流れに反して、主人公の少女たちを、単純、純潔に表現し、少女特有の恥じらいを溢れさせているとし、他の登場人物も古い土地で代々伝わる家業を、守り暮らしている設定であり、その主題の中には、徐々に失われてゆく。伝統風景や、自然の生命、人間社会への遠征と裏腹の人間愛、近代化の波による過去に対する懐かしさなどが、 入り混じっていると解説している。そして戦後、世の中の価値観の変動を目の当たりにした川端が述べていた以下の随筆の言葉を引きながら、川端が現実を信じない結果、日本の伝統的故郷に対する愛を徹底的に描き出すことに情熱を傾けたのがことだと論じている。戦争中、ことに敗戦後、日本人には、 真の悲劇も不幸も感じる力がないという、私の前からの思いは強くなった。感じる力がないということは、感じられる本体がないということで洗う。敗戦後の私は、日本古来の悲しみの中に帰ってゆくばかりである。私は、戦後の世相なるもの、風俗なるものを信じない。現実なるものをあるいは信じない。 川端康成、哀愁そして語悦は、川端が、ことにおいて、懸命に理想的世界を作り、純粋な人物を登場させているにもかかわらず、人物は悲哀に富んだ人生をたどることから、川端の現実社会に対する失望、不信感がうかがえるとし、作中に漂う哀愁や、運命という言葉の繰り返しは、変えられない運命に左右される時の作者の簡単、であり、 その後幻想的な世界観の片腕を描き、現実からかけ離れた道をたどっていったのは、西欧近代化の波と伝統との葛藤が強まった、川端の日本の伝統を必死に守ろうにも、守りきれなかったという現実に対する無力感の現れではないかと考察しながら、新感覚派の機種として、西欧思想を取り入れ、欧米に学んだ後に、日本伝統回帰を経て、 不思議な作品を喪失し、最後は自殺してしまった、川端自身の運命について言及している。山田義郎は、川端が巨木を愛していたことから、北山杉との関連などに触れつつ、琴の物語の真相に、霊界との行進を監視し、川端の主治医だった栗原正直が、琴の双子について、やはり、ナルシシスムとは言うものの、 見ぬ母への空想的な愛情要求の変形として、取ることができ、見る自分と見られる自分という鏡の世界、に重心の問題との関連を持つものと論じたことに、示唆を受けつつ、以下のように心霊的、霊界通信的な要素と絡めて、姉妹二人を考察している。本質的なことは、川端が、琴と,という作品において、 知らず知らずのうちに霊界との交換を行っていたということである。北山杉の村には、現世と隔絶した霊界の磁場が張られ、その内容に、未生及び、死後の世界が潜んでいた。その霊界から現れたかのような三つ子は、主人公千恵子を北山杉の村へと誘い、千恵子に、未生の時を垣間見せるのである。こうした現世と霊界との交換を、 川端は眠り薬に侵されたうつつない白明の世界で何者かに促されるように書いていったのである。山田義郎、ことの精神構造また山田は作中に見られる魔界の要素として北山杉の村に向かうバスの中で手錠をかけられている若い男が知恵子に声をかける場面などを指摘している。ことに関するカテゴリー、とに関するカテゴリー、 ありがとうございます。